あんな華麗にな。ドルストイ。前回の続きからです。翌朝目を覚ました時、第一に彼女の頭に浮かんだのは、彼女が夫に言った言葉であった。その言葉はあまりにも恐ろしいものに思われたので、今となってみると、どうしてああいう奇怪な乱暴な言葉を口にすることができたか、我ながら合点がいかなかったし、またその結果がどうなるか想像もつかないほどであった。しかし止まれ屋の言葉はすでに口から発せられ、カレーニーは何も言わずに言ってしまった。私はブロンスキーに会いながら、あの人にその話をしなかった。あの人が出て行こうとした時、私は呼び返して話そうかと思ったのだけれど、なぜ一番初めに言わなかったのかと変に思われそうな気がしたものだから、また考え直してしまった。一体どうして私は話そうと思いながら言わないで済ましたのだろう。この問いに対する答えのように燃えんばかりの周知の紅が彼女の顔に広がった。彼女は自分を引き止めたのが何であるかを悟った。つまり自分は恥ずかしかったのだと悟った。つい昨日の晩はっきりしたように思われた自分の位置が、今となってみるとはっきりしていないどころか逃げ道がないもののように感じられた。これまで考えもしなかった恥さらしということが急に恐ろしくなってきた。夫がどうするだろうと、ただそう考えただけでも、この上もない恐ろしい想像が彼女の頭に浮かんだものである。今にも羊がやってきて自分を家から追い出す。すると自分の恥が世界中へ吹聴される。そんな考えも浮かんできた。もし家を追い出されたら一体どこへ行ったものだろうと彼女は自問したが、答えを見出すことはできなかった。ブロンスキーのことを考えると、彼はもう自分を愛していず、かえって自分を厄介にしているので、この男に自分を捧げようにも捧げるわけにいかぬだろうと思われ、そのため彼に対して敵意を感じる始末であった。またこんな気もした。彼女が夫に言った言葉、彼女が今自分の心の中で絶えず繰り返している言葉は、夫ばかりかみんなに言ってしまったので、誰も彼もそれを聞いたに違いない。で、彼女は一緒に住んでいる人たちの顔を思い切って見る勇気がなかった。小間遣いを呼ぶ気力もなかったばかりか、下へ降りて我が子や家庭教師の顔を見るなどということは、なおさら思いもよらなかった。もうだいぶ前から戸口で聞き耳を立てていた小間遣いは、自分の方から彼女の方へ入ってきた。アンナは物問いたげにちらとその目を見たが、怯えたようにさっと顔をあからめた。小間遣いは入ってきた詫びを言い、ベルが鳴ったような気がしたのでと言い訳した。彼女は着物とベッチーの手紙を持ってきたのである。ベッチーは今朝自分のところへリーザ・メルカーロバとシュトルツ男爵夫人が崇拝者のカルージュスキーとストレーム夫老人を伴ってクロケットの競技に集まってくることになっているから、そのことで彼女に念を押しているのであった。せめて人情研究の意味ででもいらしてください、お待ちしていますと彼女は結んでいた。
アンナは手紙を読み終わって、重々しくため息をついた。何にもいらないわ。化粧卓の上の瓶や、ハケを置き直しているアンヌシカに向かって、彼女はこう言った。行ってもいいわ。私すぐ着替えをして出て行くから。何にもいらない。アンヌシカは出て行った。が、アンナは着替えをしようともせず、頭を垂れ、両の手をだらりと下げたまま、同じ姿勢でじっと座っていた。時折何かの身振りをし、何か言おうとするかのように、全身をピクリと震わせたかと思うと、また不動の姿に帰るのであった。彼女はひっきりなしに、ああ、神様、ああ、神様、と繰り返していたが、ああも神様も彼女にとって何の意味も持っていなかった。自分の状態に宗教の助けを借りようというような考えは、自分の教育環境である宗教に一度も疑惑を抱いたことがないにもかかわらず、彼女にとって無縁のものであって、それは当のカレーニンに助けを求めるのと同じくらい無意味であった。宗教の助けが可能となるのは、ただ自分の全生活の意義となっているものを断念するという条件がついた場合に限るのを、彼女はあらかじめ知っていた。彼女は今までかつて経験したことのない新しい心の状態を、単に苦しいと思うばかりでなく、それに対して恐怖さえ感じ始めた。彼女は自分の心の中が二つに割れてくるような気がした。それは疲れた目に時として物が二つに割れて見えるような塩梅であった。どうかすると、自分が何を恐れているのか、何を望んでいるのか、わからなかった。すでにできたことを恐れているのか、あるいは望んでいるのか、それともこれから起こることなのか、そもそも何を望んでいるのか、彼女にわからなかった。まあ、私は何をしているのだろう。不意に頭の両側に痛みを感じて、彼女はこう独り言を言った。ふと気がついてみると、彼女は両手で自分のこめかみの毛をつかんで、ぎゅっと締め付けているのであった。彼女は踊り上がってあちこち歩き始めた。コーヒーの支度ができました。そしてマドマーゼルも、坊ちゃんと一緒にお待ちでございます。再び引き返してきて、またもやアンナが同じ姿勢でいるのを見て、アンヌシカがこう言った。セリオジャ、セリオジャがどうしたの？と、不意に生き生きした顔つきになって、アンナは尋ねた。この朝初めて我が子の存在を思い出したのである。どうやらいたずらをなさったようでございます。とアンヌシカはニコニコしながら言った。え、いたずらをしたって？あちらの隅のお部屋に桃が置いてございましたの。それを坊ちゃんがこっそり一つ召し上がったらしゅうございますので。